こんにちは、オレンジシフトの谷です。アフィニティ製品がバージョン 2.3 にアップデートされました。この動画はバージョン 2.3 の新機能についてのお話です。今回のアップデートでは5つの機能が追加されています。一つ前のバージョン 2.2 で追加された移動データエントリーに便利な4つの機能が追加されました。実際に操作しながら確認していきます。楕円形ツールを選択して楕円を作成します。キーボードのエンターキーを押して移動データエントリーのダイアログを表示させます。複製にチェックを入れて水平を変更します。部数を7にしてみます。ちょっとした改良ですが、以前はこのスライダーを動かすと値が大きく変化してしまいましたが、今回からこのように小さな値も調整できるようになりました。そしてこのダイアログにスケールが追加されました。スケールの値を変更してみます。このように図形の大きさを変化させながら複製ができるようになりました。さらに挿入モードも追加されたので、複製した図形を背面に配置できるようにもなりました。最後に一番改良されて良かったことは、ダイアログを表示したまま図形の属性を変更できることです。カラーパネルで色を変更してみます。ドラッグして大きさを変更してみます。今は変形の起点が表示されています。表示されていないときにはコンテキストツールバーから変更できます。起点を移動してみます。以上が移動データエントリーの新機能です。まとめると、部数のスライダーの操作、スケール機能の追加、挿入モード、ダイアログを表示したまま図形の属性を変更できる機能の4つです。描画ツールにスパイラルが追加されました。スパイラルツールを選択します。ドラッグして描画してみます。このように蚊取り線香のような図形が簡単に作成できるようになりました。オプションを変更してみます。アークアングルを360度にすると、複数の円を組み合わせたようなスパイラルを作成できます。スタイルを減衰に変更して減衰率を変更することもできます。スタイルを略円にします。英語版ではセミサークルですので、個人的には半円の方が分かりやすいと思います。これはスタイルを線形にしたものとほとんど同じですが、こちらのスパイラルは半円を組み合わせて作成されています。スタイルを半略円にすると、略円を2つ組み合わせた図形になります。フィボナッチ数式を元にしたスパイラルもあります。プロットにすると正方形や六角形のようなスパイラルも作成できます。
ウィンドウメニューからアセットを選択します。アセットパネルにはよく利用する図形を登録しておくことができます。試しに先ほど作成したスパイラルをドラッグ&ドロップで登録してみます。ただアセットパネルのデフォルトでは背景が濃いグレーなので、グレーや黒の図形を登録するとよく見えません。グレーの丸も登録してみます。このようにほとんど見えない状態になってしまいます。今回のアップデートでこの背景の色を変更することができるようになりました。アセットパネルのメニューから背景を変更してみます。こちらはチェッカーボードにしてみます。これで黒い図形もはっきり見えるようになりました。今までのアイニティフォトにはグリッドの設定が一つしかなかったので、グリッド表示かピクセルグリッドの表示のどちらか一つしか表示できませんでした。実際に確認してみます。表示メニューからグリッドと軸を選択します。グリッドを表示にチェックが入っている状態で画像を確認してみます。標準ではモードが自動になっているのでピクセルグリッドが表示されます。この状態で運用していると不具合が2つあります。1つは本来のグリッドと同時使用できないことです。本来のグリッドを使用したいときはモードを自動から基本などに変更します。そうすることによって本来のグリッドを使用することができます。もう一つはこの写真を保存してアフィニティデザイナーで開くと、アフィニティデザイナーで設定されているグリッドが勝手に表示されてしまいます。新しいバージョン 2.3 に切り替えてみます。表示メニューからグリッドと軸を選択します。グリッド表示とピクセルグリッドを表示が別になりましたので、両方とも表示させることができるようになりました。また画像の拡大縮小によってグリッドの設定が変更される本来の自動モードも利用できるようになりました。以上になります。パスワード付き PDF を利用できるようになりました。ファイルメニューからエクスポートを選択します。形式を PDF にするとパスワードを追加できます。実際に追加してみます。エクスポートをクリックして保存します。これでパスワード付き PDF として保存できます。ファイルメニューから配置を選択します。先ほど保存したパスワード付き PDF を開いてみます。ダイアログが表示されますのでパスワードを入力し OK をクリックします。ドラッグして配置できます。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。